くり歩いていきましょう。原作浅野凛、ヤングエース連載、角川コミックスエースにて刊行中の人気漫画出会いもん。心温まるハートウォーミング作品がついにテレビアニメ化。それでは主な登場人物を紹介しよう。物語の主人公入野和。ミュージシャンを夢見て上京するが、実家の緑商を継ぐことを決意。和菓子をめでながら見習いとして働く。ノリと勢いで乗り切るお調子者。物語のヒロイン、入野家に居候をする緑商の看板娘、雪平いつか。仕事ぶりから和の父より正式な跡継ぎとして認められているほど。突如戻ってきた和のことをライバル視する。和の父で緑商の主人入野平吾、いつかを跡継ぎとして見込んでおり、我が子のように可愛がっている。和の母で緑商のおかに入野ふき、融通が利かないいつかを案じ、和に親代わりを依頼する。緑商で修行する若い和菓子職人瀬戸咲、実家の跡継ぎについて悩みを抱えている。緑商でアルバイトをする高校生堀川満、手先が器用で両親に代わり弟たちの世話をしている。和が店を継ぐことがきっかけで別れた元恋人松風かの子、会社を退職し京都へやってきた。いつかの父雪平智恵、捨てを頼って緑商にやってきたが、いつかを置いて行方をくらます。監督追崎文俊、シリーズ構成吉田玲子、キャラクターデザイン創作画監督渋谷栄、そしてアニメーション制作エンカレッジフィルムズが送る京都を舞台に、人と人とを和菓子がつなぐ心温まる絆の物語。ハートフルストーリー出会いもん、2022年4月6日から放送開始。